ついにこいつが帰ってくるみたいです。あのノンフィクションの超名盤 The Future Is Now、 これの LP がカラーバイナル仕様になって蘇ってくるみたいですね。いやこれはマジで上がりましたね。これは買うべきなんじゃないかなというふうに思います。この版に入ってる曲すげえかっこいい曲めちゃくちゃ多いんで、いやこれは僕も発売されたら速攻で注文するんじゃないかなというふうに思います。この中に入ってるカルトリーラーって曲、いろんなミックス CD とかでいろんな DJ が使ってますけれども、カルトリーラーこの LP にしか入ってなくてシングル化されてないんで、もうこの曲のためだけに自分が買おうかなというふうに思ってますね。カルトリーラーほんと超かっこいいんで、これまだ聞いたことないという方いたらぜひ聞いてほしいですね。この曲超名曲でございます。はい、ということで今回の動画なんですけれども、 B-Boy が買うべきジャケットとはというような形でお送りしていきたいと思います。本題に入る前に、いつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方本当にありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。いろいろですねあったんですけれども、まあ、なんとか今年もやっていこうかなというふうに思います。今年の目標は一応チャンネル登録者数1万人なんとか行きたいなというふうに思ってるんですけれども、どうですかね。なんか最近はいろいろですね、もうネタが切れてきたところもあるんですが、なんとか振り絞ってやっていきたいと思うんで、これからもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では早速行きたいと思うんですけれども、今回はですね、あの個人的に気になるジャケットを2つご紹介しようかなというふうに思っております。はい、で一応2つご紹介させていただくんですが、一応注意事項なんですけれども、あくまで自分が気になってる、ジャケットになりますんで、個人的見解ということですね。なので皆さんの趣味には当てはまらないかもしれないんですけど、そこはご了承ください。あとはどうしても知識不足の部分もあったりするんで、ちょっと動画の内容で足りない部分あったらコメント欄で教えてくださったら幸いでございます。はい、ではいきます。まず一発目に紹介するのがペレペレのジャケットなんですけれども、ペレペレがついに戻ってきましたね。ペレペレイズバックということで、またアイテムを出し始めてきてます。もう11月12月1月とここの3ヶ月ぐらいで結構ペレペレの話題が持ちきりだったというか、もう話題沸騰でしたよね。ペレペレの多分チェック早い人はもうすでにもうペレペレ出てるのはもう当然チェック済みだと思うんですけれども、あえて紹介したいというふうに思います。さっきも言ったんですけど、11月ぐらいからですかね、ペレの話が徐々に盛り上がってきてて、いろんなショップでプレオーダーとか開始してましたね。この NYC ファッションさんとか、いろいろニューヨークにあるお店でペレペレオーダー開始みたいな感じで、すでになんかいろんな形がアップされてましたけれども、2ヶ月ぐらい前から徐々にですね話題持ちきるという感じになってました。で2023年、今これですね、また時計の針が動き出すんじゃないかなというふうに思ってます。ペレペレこれデイブ・イーストンモデルで着用してますけれども、やっぱりかっこいいですね。ペレペレはもう男って感じで、当時あの10年前のあのスタイルですよね。あのスタイルをする B-Boy がまた戻ってきてくれるんじゃないかなというふうに自分は期待してます。やっぱペレは男のあのもうなんかごつい、どりついコテコテスタイルということで、超10年前超かっこよかったんで、復活してほしいですね。あの時のこのような格好ですよね。2011年12年頃のあの B-Boy の鉄板だったペレにロビンス、そしてトゥルーレリジョンで、足元はアクアドームやプラスポっていう、このコテコテ仕様ですね。これグロアダンさんの昔のブログ見たら、これ書かれてましたね。このペレペレにこのスタイルですね。やっぱペレにロビンスプラスポ、もうこれ間違いないんで、またこういう格好やってくれる人が増えてきたらいいなっていうふうに思います。当時やっぱ渋谷のクラブとか行っても、こういう格好してる人いましたし、それこそ九州の人たちの B-Boy とか、みんななんかこういうペレで合わせて写真撮ってたりとかして、めちゃくちゃかっこよかったですね。で、ペレって言ったらやっぱ自分はやっぱこの、ナリーさんですよね。ペレライフって曲も出されてましたし、ペレって言ったらこの人、あと、やっぱり有名な人だと、エーサグさん、ワイズさん、もうこのペレライフリミックスにも参加されてる。やっぱこの3人はやっぱもうペレっていう印象が、自分の中でかなり強いですね。当時のやっぱこういった格好がまた盛り上がってきてくれたら嬉しいです。で、今回ペレがまあ復活したということで、どんなアイテムが発売されてったのかっていうのを簡単に見ていこうかなというふうに思うんですけれども、自分はどれも欲しいですね。めちゃくちゃかっこいいです。で、一番欲しいのがやっぱこのアメリカンレジェンドってやつで、これかっこいいですよね。これ1500ドルですね。はい、めちゃくちゃ高いですけれども、まあ、こんぐらいはするでしょうということでですね。いや、かっこいいですね。この形、かっこいいですね。黒に。で、バッグがこんな感じで。いや、もうかっこいいっす。これ欲しいっすね、一着。他のペレ多分絶対顔的に似合わないんで、ペレ顔じゃないんで、ペレ顔の人はちょっとこれ
買ってほしいですね。もうこれは最高ですね。で、あとこのスタジアムもかっこいいですね。これはいいっすね。バーシティプラッシュってやつですね。ただこれバックがないっすね。バックにあれがないんで、ちょっと後ろのシルエットが寂しいんですけれども、前面はすごいかっこよかったですね。で、続いてこれですね。このソーダクラブ、出たソーダクラブ。これかっこいいっすね。ソーダクラブ、レッドで決まってますね。$1,400。いやー、高いけど欲しいっすね。かっこいいなーっていう。バックシルエットこんな感じです。いや、いいっすね。あ、もうこういうのも一着持っときたいなって感じでございます。はい、で、まだまだあります。このワールドツアーってやつですね。はい、ワールドツアーも、おー、なんかいいっすね。これもなんか男前な感じっすね。$1,400。いやー、これいいっすね。はいはい。あ、もうバックシルエットもかっこいいっすね。いやー、いいっすね。まあ、$1,400だから、まあ、結構高いっすけれども、まあ、ナギーさんも、リリックで言ってましたが、カード切って買っちゃえってことで、気になる方はもう速攻でカード切って買っちゃえって感じだというふうに思います。で、レザー以外にもバーシティジャケットってことで、スタジャンも出てますね。これも結構かっこいいですよね。普通にレザー以外でも、こうやってスタジャンもありなんじゃないかなというふうに思います。こっちのデザインもありますね。こういうのも出てるんですね。はいはいはい。まあそんな感じで、ペレがまあ復活したってことで、皆さんカード切って買っちゃえって感じです。よろしくお願いします。はい。で、次にご紹介するジャケットなんですけれども、このマイキー・フェルプスさんが出してるビギージャケットですね。マイキー・フェルプスさんはまあハーレムで活動してる方ですけれども、もうこの方が出してるビギーモチーフのジャケットがすごいかっこよくて、マイキー・フェルプスさんやっぱりそのビギージャケット、本家のマーモットのジャケットはかなり値段が高いんで、結構金積まなきゃいけないですけれども、まあ買いやすいですよね、この人が出してるのは。そういった手が届きやすいというか、まあ手が届きやすいって言ってもヘビーアウターなんで、まあそれなりの値段しますけれども、本家よりは安いって感じですね。で、マーモットのマンモスパーカー AK ビギーについては以前に作ったこちらの動画で簡単に紹介はしてあるんで、まだ見たことないという方はこっちをまず見ていただけたら幸いでございます。はい。で、マイキー・フェルプスさん、いろいろいいの出してるんで、もう個人的に全部欲しいんですが、一つ一つ簡単にですね、ご紹介させていただこうかなというふうに思います。まずこれですね、メッツビギーですね。いや、かっこいいですね。オレンジで、中が、このストライプ入ってるんですね。青、オレンジで、かっこいいですね。いや、やっぱいいっすよね。$550。まあ結構買いやすいんじゃないですか。買いやすいって言っても僕は買えないですけど、高すぎて。いや、かっこいい。これは1個。冬場持っときたいですね。メッツいいっすね。はい。で、こっちのメッツビギーも、これカラーリングがさっきと反転してますね。こっちは青が前面に出てますね。あ、これもかっこいいっすね。いや、いいですね。はいはいはい。いや、これも買いですね。これ欲しいな。オレンジと青、どっちも欲しいですよ。はい。ですが、僕の一番欲しいなと思ったのが、このカラーで、バーガンティービギーってやつですね。外側がバーガンティーになってて、内側がクリーム色になってるんですけど、$425、ちょっと安くなってます。これは僕個人的に欲しいですね。バーガンティーってやっぱ合わせやすいですし、何より渋いですよね。いや、これ欲しいっすね。これ日本に手配できるんだったら、ちょっと一着買っちゃおうかなっていう風に思いますね。これはめちゃくちゃかっこいいです。バーガンティービギー。これ、いや、最高っすね。あと他にも色違いで、モカビギーってのありますね。モカビギーもかっこいいっすね、これ。てか結構これ合わせやすいんじゃないですか、モカビギー。なんか人とかぶんなそうですし、かっこいいっすね。いいっすね。他にもありますね。スティールグレービギー。あ、これもかっこいいじゃないですか。スティールグレービギー。いや、いいっすね、いいっすね。なんかこういう、あんまアウターとか主張しすぎない方が僕はかっこいいと思ってるんで、いいと思いますね、これは。はい。また色違いでありますね。ミリタリーグリーンビギーっていうのもあります。これも、いや、渋いじゃないですか、これも。これもいいですね。いや、おしゃれっすよ、これ着てたら。かっこいいです。あとは、イエティービギーっていう、これ、雪男仕様ですね。これはちょっとだいぶ攻めたデザインですね。これ本格的に雪国仕様で、あんま日本だと着る機会ないかもしれないですけれども、これもまた奇抜っすね。ということで、マイキー・フェルプスさん、いろいろ、マンモス・パーカーモチーフのビギーオリジナルで作ってるんで、よかったらチェックしていただけたらなというふうに思います。今回2つジャケットご紹介したんですけど、皆さんはどうでしょう？買いますでしょうか？僕はちょっと高くて、なかなか手が出せないですけれども、お金ができたら買おうかなというふうに思います。ということで今回は以上なんですが、恒例の最後に一言ということで終わりたいと思うんですが、メントスの新譜が出るみたいですね。もう出てるんですかね。レッツパーティーということで、カラフルですね。これなんかすごい、もうすげえケミカル感抜群のなんかフルーツミックスフレーバーらしいんですけども、このパーティーシーズンにぴったりなメントスレッツパーティーが新登場と書かれてます。フルーツカクテルをイメージした3種のフルーツミックスフレーバーらしいです。僕メントス結構食うんですけど、最近出たラムネとか出ますね。ラムネもうまいし、グリーンアップルとかもうまいし、あと定番のグレープ味とかもうまいし、コーラとかもうまいし、メントスやっぱ最高です。ということで皆さんもメントス食いましょう。以上です。ありがとうございました。